どうもルックンです。2023年10月11日、水曜日、お昼過ぎです。後二条天皇の北白川の御捧げでね、やってきました。場所はですね、左京区北白川別当町、ちょうどですね、京都大学の本部がこちらにあります。農学部こちら一帯にあります。そういった場所にあります。こちら今出川通りですね。今出川通りです。こじんまりした御陵なんですが、お参り行きたいと思います。後二条天皇、北白川の御捧げですね。あとですね、後二条天皇の王子であります国吉の親王、国吉親王のお墓も、併設されているということですね。後二条天皇第94代天皇になります。もうですね、この奥がもう御陵になってます。いつの時代かといいますと、在位期間がですね、1301年から1308年、7年と6ヶ月ですね。そんなに長くなかったですね。こちらが後二条天皇の北白川の御捧げになってます。非常にですね、京都大学の農学部にも囲まれてまして、あたり一帯は、ずっと建物自体がですね、全部囲まれてます。ただこの管理されている車、結構数台入ってますね。今日は多分こう管理というか、きれいに清掃される、そういう日のような感じです。こちらが後二条天皇北白川の御捧げになってます。円丘というふうになってますね。円の丘、お墓は円丘になってます。ただもうずっと周りはですね、京都大学の農学部関係の建物が周りあります。息子さんのですね、国治親王と、併設されているということで、特に息子さんのですね、王子の名前が載ってるのはないような感じですね。ちょっと中へ入るとですね、非常にこう閑静な、そういった様子になってます。ちょっと行けるところまで行ってみたいと思いますが、もうこれ以上多分行けないですね。やっぱりこう円丘というのは分かりますね。ちょうどこうあの部分がこう丸く円になってますね。多分 Google の上から見る様子を見たら、多分 円状になってるのかなっていう感じですね。農学部のですね、建物がもう横にありますけども、非常にこう整備された、そういった感じになってます。どちらの御陵もその場所を御捧げという名前になってるんですが、こちらは北白川の御捧げ、同じ北白川です。でもですね、川がですね、三千の川、今の北白川の地名というのは三本川の川になってるんですが、
こちらの後仁女天皇の御捧げの名前というのが北白川、三世の川になってます。まあ、昔はですね、多分白川殿はじめ、白川のことを、まあ、三水辺の川と書いたような、そんな感じになってますね。第94代、第94代ですね、天皇になってます。それからですね、まあ、こちらちょっと来させていただくのは初めてなんですけども、まあ、この辺り一体点々とですね、御陵がありまして、まあ、比較的おそらく場所が、まあ、標高ですね、標高が比較的こう高い丘の上にあるということに、まあ、多分なってます。大体ですね、低い部分に、標高の低い部分にある御陵地あんまりないですね。私の記憶の中では、伏見区の武田にある白川天皇の御陵、近衛天皇の御陵、そして鳥羽天皇の御陵、この三御陵が比較的標高が低いのかなという感じですね。やっぱりこう標高の高いところに持っていって、まあ、末永くですね、御捧げを、まあ、管理できるという、そういったことになってます。昔はですね、やっぱりこう川の治水がなかなかうまくいかずに、まあ、管理が大変だったという、まあ、そういったところから多分標高が比較で高いところに御陵を作ったということになってるみたいです。それとですね、昨日ですね、まあ、実は10月10日、まあ、結構私事で申し訳ないですけども、結婚記念日でした。まあ、ちょっとこう外食行ったりして、楽しんだんですけども、まあ10月10日本来はずっとこう体育の日になって、祝日になるのかなというふうに思ってたんですけど、まあ、昔は10月10日体育の日は祝日、ずっと何曜日であれ祝日だったんですけども、まあ、いつの頃か体育の日というのが日曜日の明くる曜日、まあ、月曜日ですね、つまり、月曜日になってしまって10月10日が祝日でなくなったというのは非常に残念なんですけども、まあ、私事だけの話なんですけどね、結婚記念日まあそういったか、まあ、残念な話もあるんですけど、まあ、もう一つですね、まあ、残念というか、まあ、よかったなっていうのはあるんですけども、まあ実はですね、9月8日、先月の9月8日にですね、腰椎の椎間板ヘルニアっていうのをやってしまいまして、腰骨ですね、尾骨から2番目、上に2番目の骨と骨の間の、まあ、髄核っていうんですけども、それが、まあ、飛び出してしまいまして、まあ、ヘルニアっていう、まあ、病気になってしまいまして、これ何かというと神経を圧迫する、髄核が飛び出してそのすぐ近くにある神経を圧迫しているという、まあ、こうどういう状態になるかというと、3日間ですね、実は立ち上がるのに、寝床から立ち上がるのに1時間かかりまして、まあ、大変な目にあったんですけども、それなぜ1時間かかるかというと、まあ、私の場合左足だったんですけども、左足がですね、どっちを向けても痛いという、そういう状態になってしまった、まあ、要は神経が圧迫されているので、まっすぐにもならないし、曲げることもできないという、そういう状態になってしまいまして、なんとか曲げて膝を立てて、
膝立ての姿勢まで持っていくのに10分ぐらいですかね。まあ、それからですね、膝立てから今度立ち上がるのにもう立ち上がれないですね。まあ、それを徐々にほぐしながらですね、痛みをこらえながら1時間かかったという、まあ、そういった大変な目に遭いました。それでですね、それがなんと、まあ、3日目にですね、病院行きまして、ブロック注射っていうのをやっていただきまして、ブロック注射っていうのは何かというと、まあ、私の場合はですね、尾骨と肛門の間に、まあ、空洞がありまして、そこから8センチぐらいのですね、注射を打っていただきまして、そのヘルニア、髄核が出てるヘルニアの部分の近くの神経、まあ、神経直接、まあ、水薬を打つんではなくて、神経の近くに麻酔薬を打って、痛い神経を麻痺させるという、まあ、そういった治療をしていただきまして、それはどういうことかと言いますと、麻痺させた神経というのは痛くないよ痛くないよというふうに、頭で覚えさせるということなんですね。神経の近くに麻酔薬を打って痛くないよと、圧迫されてても痛くないよと、圧迫されてるのは同じなんですね。圧迫されてるのを収めるにはもう手術しかないです。そのヘルニアを切るしかないんですけども、まあ、それよりも、まあ、温存方法ですね。温存方法で、まあ、ヘルニアが神経圧迫しているのを痛くないよというふうに頭に覚えさせるという、まあ、そういった、まあ、ブロック注射をしていただきまして、立ちどころにですね、まあ、30分ほど、まあ、ちょっとこう横になってないといけないんですけども、まあ、それ注射をするまではですわね、までは横になって、次立ち上がるのにも立ち上がれないという、そういう状態だったんですけど、すぐ立ち上がれまして、なんだこれみたいな感じで、それは圧迫してる神経を、まあ、騙すという感じなんですね。麻酔薬で痛くないよというふうに覚えさせて、まあ、神経を騙すというか、痛くないというふうに覚えさす、そういう注射をしていただきました。それをしていただいて、次ですね、かなり改善はされたんですけど、まだちょっとこう左足の、まあ、しびれはなくなったんですけども、完全に、まだ突っ張りが残ってるということでね、まあ、つってはいないんですけど、突っ張ってる感じですね。左足のふくらはぎから、まあ、上半身の太ももからお尻にかけてはもう、その突っ張りはなくなったんですけども、ただふくらはぎから、まあ、くるぶし、足首からくるぶしにかけての突っ張りというのがですね、ちょっとこうまだ残ってまして、その1週間後にまた2回目のブロック注射というのをやっていただいて、かなり改善しました。まあ、それから2回目のブロック注射から2週間だったんですけども、かなり改善して、今はもう足首からくるぶしあたり、もっと部分的なんですけども、足首からくるぶしあたりがちょっとこう突っ張ってる感じが残ったという、そういったことになってます。すごいですよね。まあ、痛みを忘れさせるという、そういう温存療法で、これだけ、改善されるというのは本当に、今の現代医学のすごさを感じるんですけども、まだ完全には治ってないので、まあ、先生曰くは3ヶ月ぐらい様子見てということですので、今薬でですね、まあ、治療している状態なんですけども、約1ヶ月経ちまして、まあ、かなり改善されたと。まあ、先生曰くはおそらく大丈夫でしょうと。その突っ張り感もなくなるでしょうというふうには
おっしゃっていただきましたので、まあ、3ヶ月ですね、あと2ヶ月間様子見て薬を飲みながらまあ治療していく中、そういった形で、やってます。いやー大変でしたよね。3日間は何が大変かというと、起き上がれないので立ち上がれないので寝るのが怖かったというね、そういった経験しましたけども、まあそういう経験はちょっと初めてなんですけども、起きる時に立ち上がることをができないから、痛いからですね、まあ痛いから寝るのがですね、横になるのが怖かったと。まあ例えばお昼寝するのもですね、ちょっともうお昼寝できない状態になって、横に、要は横になることができない。例えばテレビを見るときゴロンと横になって寝ることもできないような、そんな状態でした。まあできなくはないんですけども、横になったら5分ほど横になってるともう次立ち上がれないという、そういった状況になってましたので、大変な経験しました。寝るのが怖かったというのを看護師さんに伝えたら、本当に気の毒でしたねというふうにまあおっしゃっていただいて、いやーなかなかこれは大変なことだったんだな、腰椎椎間板ヘルニアというのは、まあ、大変な病気だったんだなというのが、まあ、改めてですね、分かった次第です。まあ、そういったちょっとこう世間話してしまったんですけども、北白川は左京区の北白川追分町にあります、五二条天皇北白川のミササギでした。